こんにちは今日は長崎のハウステンボスに来ております、まあ、このバッグがハウステンボスなんですけども、まあ、さっき着いてで早速行ってきました1.5日パスっていうのがあったんで、まあ、それで一通り見てきてちょっと部屋に帰ってきてちょっと休憩中に YouTube 撮ってるという感じですで娘はあちらであの今休んでいらっしゃいます、まあ、これ終わったらちょっとご飯に行こうかなと思っているところではありますで今日はですね 効率化っていうところで1対1で考えちゃいけないって話をしようかなと思いますこの1対1ですね。でこれ、まあ、何かというとこの1対1を気にしすぎるとやりすぎると、まあ、やっぱ効率は落ちるんですよ。で一つはですね1対1のサービスばかり考えると。で自分がこの 対応するみたいなのを考えてるときに、まあ、これ人を雇うとまた話が変わってくるんで、まあ、人を雇わずに一人でやっていても一対一っていうのは、一、まあ、人でやってるからこそ一対一っていうのは温存しなきゃいけないかなと思ってます。まあ、温存っていうのは軽く安く売らないってことです。いや、無料相談乗りますよとか、まあ、そういうのをやらない方が私はいいかなと思うんですよ。はい だからそうではなくて普段は一対多でやると、まあ、この YouTube なんかもそうですけども私1に対してその見ていただく方は1じゃないわけですよで私も11人の方に発信してるわけではなくて、まあ、それなりの数の方に発信してるわけですよねでそうすると効率が良くなると。 で本っていう仕事を私がやってるのは出版という仕事をやってるのはその一対一の限界を超えるかではあります一対多でで理屈上半は無限に広がるわけじゃないですかまあ無限と言ってもですねそんなに、はいまあ、1万部2万部あ3万部までは行ったことはありますけども、まあ、10万部とか100万部とかは行ったことはないんで、まあ、その限界はありますけどねただ一対一よりはその効率はいいわけですよね で、セミナーもそうで、セミナーも、じゃあ、私はそんなに100人とか来ていただくわけではないんですけども、じゃあ10人の方にセミナーをするですとか、100人の方にするっていうことはできるわけですよね。で、動画販売なんかも1対1でっていうのは、じゃなくて、1対多ですんで、でブログメルマが、その発信系は全てそうですよね。なんかそのあたりを,を多くしておいた方が、 がるという一対一っていうのはもう本当に温存しておいてもう一番高いメニューにしておくと、まあ、実際うちはそうなってるんですけど一、まあ、対一のコンサルティングであればもうそれは一番高い層にはなってますし一対一でなおかつ継続的にサポートさせていただくとなるとまあそれより上の値段帯っていうことになってますだからむや,むやみにと言いますか無料相談ですとか 無料カウンンセリングはしていないといなととうことですね。まあ、その1対1をやめたやめ避けた方がいいかなっていう話ですでもう一つ1対1の考え方があって私がその1対1の、まあ、考えてるといいますか1対1と考えないようにしてることっていうのは何か自分がこうやるじゃないですか。 まあ例えば営業をするとかこういう YouTube をやるとかっていうのはあってじゃあこの YouTube をやってこの動画でじゃあ仕事の依頼につながってるかみたいなそれが1対1って考え方なんですよねでそうするとじゃあこの動画だけでじゃあ仕事の依頼をいただけていただけるかっていうとまあそうでもないかなと思うんですよまあひょっとするといただけるかもしれないんですよ いただけけるかももしれないですけどもたまたま見た方で「あなんかこういうこともやってんだ」というのでお申し込みいただけるかもしれませんけど、まあ、そんな感じでもないかなと思うんですよ。で他の動画もご覧いただいてもしくはブログなりメルマガなり本をご覧いただいて、まあ、総合的に判断していただくっていうのはあるかなと思うんです。だから何か発信なり営業するっていう時、まあ、もしくはその勉強するっていうのにそこに1のことをやった時に1の見返りを その求めなないいい方がいいかなと思うんですよねこれ時間単価という考え方でも言えるんですけどよくご質問いただくんですよ「時間単価どのぐらいで考えてますか?」って話なんですけど「考えてないですね」って話なんですよね。 まあなんか全体として利益が出ていればそれはそれで良くてまあその中で細かいじゃあここの部門は時間をかけすぎているとかこのお客様にちょっと時間かけすぎているとかそういうことってまあ,あるわけですよねでもそこで時間をかけることによってまた新たな知識スキルを手に入れてでそれがまた他のところの他の仕事で生かせるっていうことにもなるんで。じゃあ、 部門別みたいなので部門別とか事業部別とかですねセグメント別とかっていう会計の方法ってあったりするんですけど私あれはあんま興味ないんですよね。興味 <laughs> 売上ぐらいは分けれますけどじゃあそれに対してじゃあどのぐらい時間かかったかとか、うん、どれぐらいお金かかったかっていうのはなんか、ね、正,確正確にっていいますか、うん、出せないようなとか思うんですよ。うん ましてや一人でやってたらもう自分一人じゃないですか何をやろうとブログをやってるのも私だし YouTube やってるのも私だしメルマガやってるのも私だしで仕事の依頼を受けてるのも私だしお金を受け取ったのも私だしそれを使ってるのも私なんですよそしたらもう別に一緒くたんで全体で食べていけて楽しければそれでいいんじゃないかなみたいなのは考えてます、ね、だからその一対一の見返りを求めないとでそれを <laughs> の求めすぎてしまうとじゃあ今これだけ頑張ってるのに成果が出ないってことになっちゃうんですよねでも今頑張って、まあ、頑張るっていうのはあんま好きじゃないんで今工夫していることですね今継続していることで今すぐ成果って出るとは限らないじゃないですかだから1対1今今と今の1と今の1が1のリターンがないといけないって考え方だと、まあ、ちょっと もったいないかななかと思うんですよね今1何かをやっていてそれが未来の3なり5なり10なり100なりになるっていう、まあ、そういうふうに考えた方がいいかなとだから見返,りもと見返りを求めないといいますか、まあ、細かく考えないってことですかね1対1でそんなに細かく見れない <laughs> 見れないですし見たとしてもそんなにないですねそれがじゃあ役に立つかっていうと正確かっていうとそうではないかなとか思うんですよねだからその時間帯の 何かっていうのはなんかあ,ん、まあんまりと言いますか全く気にしてないですし私も営業っていろいろやってますけどもこの YouTube もボイシーもメールマガも本もやってます Kindle もやってたりとかいろいろしますけどもまあどれが、まあ、よくあるその不採算部門ってやつですよねここは成果が出てないから辞めるみたいな考え方って、まあ、それはそれであると思いますし組織だと大事な。 でしょうけども、まあ、1人でやって自由にやれる分だったらいや別にそこは1対でで追いいいい込まなななくてんいいんじゃないかなとかと思うんですよねやりたい方向でそれをやっとけばいいし仮に成果が出ないことがあったとしても全体でだからその成果が出ないところ、まあ、新しいこととか人がやってないことって結局そういうことだと思うんですよ。成果が出ないからってポッと諦めるのかじゃあ成果が出ないけどもずっと続けているかの違いで。 でそのずっと続けていて花開くこともあるし、まあ、私も全部が全部花開いてるわけではないんで、まあ、それがもう結局そのまま何もなく終わったっていうこともありますけどまあでも花開くこともあるわけですよねなんかそんなふうに考えた方がいいかなとは思うんですよこれ時間もお金お金にもお金でもそうですねだからなんかこういう仕事があるっていうことでそこにあんまりお金をかけすぎちゃいけないとかって考えないってことです、まあ、例えばなんか 特殊な仕事があってそれに対して性能がいいパソコンが必要だということになったら、まあ、そこを1対1で考えるとそのためにパソコンを買ったら意味がないじゃないですかでもそれ1対1で考えないで性能がいいパソコンを使えば他の仕事にも効果があるわけなんで、まあ、それはそれでいいんじゃないかなとか思うわけですよで今回この娘とハウステンボス着てるわけですけどこれも1対1で考えるとじゃあそれを やるる意味がああのかって考えたらじゃあ <laughs> ないたららじゃないで,すよ、ね、でも私にとってはありますし娘が春休みだしチャンスだしで今娘が行ったことない都道府県行こうというのもやっててで今回ちょっと冬にですね北の方に行ってだいぶ寒くて <laughs> あの雪も見てきたんでなんか <laughs> あの北じゃない方がいいって言われたんで、まあ、ちょっといろいろ探しててそのハウステンボスいいかなと思ってハウステンボスに来たわけなんですよね。 なんかそうやって私なりには意味があるんですけどじゃあこれがあの売り上げにつながってんのかっていうと、まあ、つながってよつ,つながるんですよ <laughs> こ,うこういうことって。だからそこも1対1で考えないってことですよね。 繋がるんですよ私にとってはここに来ていろいろ学ぶことがあって今日もスマホのノーションでメモを取りながら来てますけどいろんなハウステンボスのサービスとかですねそういうところでヒントを得てますしこのホテルでもヒントを得てますしで明日明後日も行ってまたそれでヒントを得てでそれが売り上げにつながりますからねそれで新しい企画。 で、こうやってちょっといつもと違うところで YouTube 撮ったりブログを撮ったりっていうことでなんかそういうことってあるんででこの YouTube を外で撮るっていうのが昨日ちょうどコンサルティングで相談があってですねまあそういう時に言えるわけですよ外で撮ってるんで私どのマイクがいいかとか何気をつけなきゃいけないとか失敗例とかですねまあ失敗例とか山ほどありますからもう失敗したまま YouTube 出したりしてますけどもなんかそういうこともあり,ありますんでななんかなんか、か、 その売上一対一でその意味があるのか独立してその食べていくっていう時になった時に売り上げにつながらないと意味がないってことをやってしまうとそこも1対1ですよねあの原価と売り上げとこの対応するような仕事に関係することしかやっちゃいけないってことでガチガチに1対1で考えてしまうと、まあ、チャンスを失うかなと思ってはいます。まあ、という大義名分でこんな感じで加水木で来てるわけなんですけど。 そういうことでまあハウスデモスで得たことはまた明日以降 YouTube なりブログなりでやったりあ取り上げたりすることもあるかなと思いますんで、うん、ですね、まあ、そういうふうに考えておりますだから1対1でまあ1対1と言いますかもう細かく考えない方がいいかなと思うんです、まあ、税理士としてそれを言うのはあるかなと思うんですけどまあでも私は税理士業でもあんまり細かいことは言わないですよね まあ回ってればいいしあの経費を細かく言ってももちろんダメなものはダメですよダメなものはダメなんですけどもじゃあそれを細かくですね全部が全部チェックしてこうチェックをつけていくのが正しいことかどうかですよねでもそうやって一個ずつチェックをするよりも全体で見た方がミスってわかるんですよミスなり、まあ、私はそこは自信ありますからねあの変な経費があったら気付くっていう まあそういうやっぱ大局観ってやっぱり大事だったりするんで、一対一で細かいことを見ていると大きなことを見落とすっていうことってやっぱりありますんで、まあぜひその一対一っていうことをあまり考えない方がいいかなと。で最初の一対一もそうですよね。自分が対応して一対一でやった方が丁寧だし皆さん喜ぶはずだって確かに喜ぶと思うんですよ。喜ぶんだけどもそれを無料なり安くてこの提供していくっていうことがお互いにとっていいことが。 あるんですよで結局その私の独立当初もそうでしたけども何か呼ばれるとフラフラ出ていってしまうみたいなのがあるんですよねちょっと打ち合わせしましょう近況報告しましょうとかあとはそれ対組織で言うとじゃあ担当者が変わったんでご挨拶をとかなんかそういうのに全部付き合ってると平日の昼間の時間って全部なくなっちゃうわけですよね。で今だともう良くないのが、まあ、良くないと言いますかそういう方って、まあんまり意外とズームとか使わないんで。 あそこはあいいかもしれませんけどたまにそれで Zoom だからいいだろうっていうので30分時間くれませんかみたいなのっってやっぱありますよ、ね、なんかこぎな営業とか迷惑営業とかでもあったりするんでそういうのにお付き合いしているとなかなか時間ってだから自分がその出ていくっていうのでまあたまに <laughs> 戦闘機って <laughs> 出ていく方もいらっしゃるでしょうけどもドンと構えておくべきかなとか思うんですよね。 まあそれで,でやっぱり対局,対局を見るっていうのが大事ではあるんでそうそう自分が1対1では出ていかないとただこうやって1対1で発信する分には良くてでこれ1対1だとじゃあ今これ YouTube 撮ってる15分をその方だけにしかつ費やさないわけじゃないですか、まあ、それはもう本当に温存しといた方がいいかなと思うんですよ <laughs> それ全部全部が全部それやってたら本当に時間が足りなくなってまあ多くの場合そこで時間が足りなくなってる。 といいう結果になってるかと思いますんで1対1をまあ温存する1対1で対応するのをやめる物事を1対1で考えない、まあ、時間お金で考えないというところですね、まあ、そういうところをちょっと意識してみていただくといいかなと思います。 もうもうぜひですね一体他の発信っていうのも続けていただいて、まあ、本,当にもう本当に可能性は無限大ですんであのど何人の方が見ていただくかまあ私のチャンネルで言うと大体100人ぐらい。 の方ではあるんですけどもでも普通に考えたら100人の方に見ていただくでもめちゃくちゃすごいことじゃないですかもっと上の方がいらっしゃいますけどでもこれ負け惜しみもありますけど結局1万人とか見ていただいてもじゃあ本当に濃い方がどのぐらいいらっしゃるかってことになると、まあ、濃い100人を目指した方が私はいいかなと思ってるんで、まあ、そっちの方向性にいっていますだからこんな感じでまあ別にキャッチーなネタじゃないじゃないですか。 なんか芸能人とかに絡めた方がパッとドアって集まるかもしれませんけどそういうの全くもう私は無視してますしコメントも受け付けてないじゃないですかでテロップも出ないし、ね、なんなこんな感じで普通に普通に喋 <laughs> ってるだけではあるんで、ねまあ、そういうのを見てくださる方って本当に濃いと思うんですよだからそういう濃い方に見ていただく届けるため一体他にするとしてもですねなんかそういうふうに考えてはいますんで。 だから一対多で百人ぐらいの方を目指すっていうのが、まあ、一番、うん、おすすめかなと思ってはいますだから一対一をやめてそちらの方もやってみていただくといいかなとでそうすると、まあ、今回このカースイ水木で娘ともちろんがっつり仕事してますけどもここに来るまでの間ですとか電車が電車があり飛行機でっていうので まあ今日はもうしないですけど、まあ、ちょっと原稿を書くかなというのはあるんですけどこの YouTube 編集してアップするっていうのはあるんですけど、まあ、ひとまずは娘とご飯に行ってっていう感じにしてますけども、まあ、そのまるっきり全部遊んでるわけじゃないですけどもそのヒントを得てメモをしたりとか、まあ、ブログももちろん今日は書いてますし、まあ、そんな感じでやってますけども「火水木」っていうのでその娘と一緒に来れるっていうのは 結局そこの効率ですね、1対1を温存してるっていう、温存していて、1対1を考えないっていうところが根底にありますんで、ぜ、ま、ひ、あ、取り入れてみていただくといいかなと思います。はい、じゃということで、まあ、今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました